浅見亮の花根村のコーナー行ってみたいと思います。ということで、ですね、前もって言っときおります、言っときおりますよね、言っときますけどもね、あの横山浩一さんってあの YouTuber の方でね、名前を前面に出してます。それであの今年の運勢の方ね、戦前の方で占ってほしい、そういう話なんですけど、その前にですね、お名前の方があるんでちょっと占わさせていただきます。戦前の方のね、今順番待ちがかなりね、まだ20人以上あるんで、ちょっとね、1日1人ぐらいしか僕ちょっと今のペースじゃできないんで、だいぶお待ちくださいということで、その前にちょっとハンドネームの方ね、生命判断の方はね、パパッとね、できるのでできるので変な言い方ですけども、こちらの方ね、さっきやらせていただきます。あとですね、実際ですね、まさがみちゃんちんね、まさがみ流の生命判断ってちょっとよそと違うんで、まず地数の数がおかしいとか、それちょっとおかしいとかいう話は置いといてください。まあ、他の先生とね、一緒にしないようにお願いします。これはいい悪いじゃなくてね、ちょっとまた別物ですよ、みたいな。もう別世界ですよ、みたいな。まあ、それぐらいの次元で見ていただけると、とっても嬉しいです。ということで、いきます。ということで、横山浩一さん、ね。はい、横は16画。あれ横14画じゃないんですかって思った人いませんか ?16 画なんですよね。で、山は3画ね。はい。で、高一の高は8画。で、一は1画でね。どうなるかと、天画19画。これは天画名字なんでね、いいも悪いもありません。で、人画ね、が11画、報酬運、大吉で、これ非常に強い数字です。成功数ですね、これは。で、近くってのは、家庭運みたいなところなんですけども、地殻嗅覚なんで、これ逆光運、最大強数。ちょっと家庭にはあまり恵まれない名前っていうことでございます。あともう一つね、この、幸っていうお名前はあまり使わない方がいいというね、感じは、結構ね、この幸っていう字はね、ちょっと結婚できなかったら離婚率が高い、数字になっております。まさがみ家の統計では。予想の統計ではわかりませんけどもね、あまり使わない方がいい、お名前になっておりますね。お字になっております。外郭はですね、16として17、権威運、大吉。これは非常に意志が強い。ね。実行力があるね。行動力がある。パワーがある。これはとても素晴らしいね。うん。その勢いでね、外部の人と接していくというね、バイタリーっていうのは素晴らしいね、画数でございます。双角は28画ね、双南運、これはね、大競争です。もうね、逆光っていうかもうね、どんどん邪魔が入ってくるという、ね、とんでもないね、画数なんですけども、ただしね、まさがみ家では、10%、10%、10%、ここ 70%、ここ、人格がどうかっていうのね、重点を置いている流派でございます。ここが良ければほぼほぼいいって感じですよね。うん、かなり強い数字が入っておりますね。報酬運ですよね。春に会うと書いてね、もうね、もうひっくり返ってても大きいの、もうこう元にガーッとね、押し戻してしまうパワーがあります。当然ここの権威もね、それを応援しますね。まあね、家の中がボロボロであっても大丈夫ね。成功すれば大丈夫。どんなことがあっても成功するんで大丈夫と言われて、かなりいい点数で、これね、でもちょっとね、地殻運がちょっとね、足を引きずるんで、75点ぐらいだと思います。まあ、まあまあまあ、いい感じの数字でございますね。悪くない。うん。これだとね、全然いい。もう中にはね、やっちまったんですかみたいな。やっちまったんですね。これはさすがの、まさがみ天でも無理かもしれません。みたいなね、画数もあるんです。オッケーですよ、もう本当。自信を持ってね、このお名前を使っていったらっていいと思いますね。はい。まあね、他の先生が何て言うかは知らないですよ、別に。別に言ったら言えないけど。別にその、他の先生がどうこうっていうわけじゃないんですけど、いいも悪いもないですけど、まあ、まさがみちゃんちはこれオッケーですよ、みたいな感じでございます。ただですね、やはりですね、ね、やっぱりね、家庭運っていうのがね、寂しいのは辛い。ということで、ここはね、まさがみくんがですね、もうそうですね。これはもうこっちですね。まあ、いろんなことに関してはうまくいくタイプなんで、基本的にはね。サボらなければ。サボるとダメでしょ？でね、今回はね、まさがみちゃんちはね、特別にごま祈祷するということでですね。せっかくなんでね、本当にね。本当にありがとうございますということで、男の男性の方でございますね。横山浩一さん、字汚いのはごめんなさいね、本当ね。家庭円満のごま木をね、炊かしていただきますんで、もう、まさがみ家、秘術のごま供養なんでね。はい、大丈夫でございます。これでもね、もうこの、近くもぶっ飛びます！はい、
気が上がっていくようにね、記念させていただきます。あとですね、まあ、戦前の方はね、またね、後ほど、まあ、今か、どうかな、10日、10日、もう以上かかるかもわからないです。ほんと待ってください。ほんとごめんなさいね。ほんとにお待たせして。ちょっとね、まあ、ちょっと、まあ、この名前がいいっていう動画を何回も見続けて、ちょっと自分がいいんだって洗脳してね、お待ちくださいということです。いかがだったでしょう。このようにですね、僕も私も見てほしいっていう方はね、遠慮しろ下のコメント欄に書いてください。ただいまね、30件以上ちょっとね、お待ちにの案件があります。制約があるんですけどもね。まあ、なんとかの30件ぐらいでなんとか追いついていけるんでね。今のうちです。もしね、ほんとね、これがほんといつも言うようにね、100件、200件など、さすがのまさみちゃんも、無理抽選でーす。抽選になりました。ルーレットスタートってなるんでね。こうなるとね、なかなか見ることができなくなるんで、ね。できるだけ今のうちに、時期早に、ね。するとまさかもなる肌に、なる早にやるんでね。何言うか分からんくなってきました。あ、それね、横山さんのね、リンクの方はね、下に、チャンネル方のリンクの方は下の方に貼っとくんでね。もうこれを機にね、見に行ってください。ね。できたらね、もう動画も見ちゃってね、コメントにも、ね、もういろいろコメントしてあげてね、もうください、本当にね、もうちゃんと高評価を申してね、登録しちゃってくださいよね、本当お願いします。せっかくのね、ご縁なんでね、ということでございます。いかがだったでしょうか？それでは皆さんごきげんよう。また会う日まで、会える時まで、まさがみりゅうほうでした。